さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。おはようございます。おはようございます。田口瑞希です。さあ本日はですね、この丸沼高原スキー場に田口瑞希来てくれました。遊びに来ました。遊びっていうかもう春のトレーニングですね。合宿です。合宿ですよね。毎年恒例のって言ってもいいぐらいですよね。そう、自分のスキー場が割ると高いですからね。来てくれるんですね、毎年ね。ありがとうございます。さあ JSBA のデモンストレーターをやっていただきながら、そしてグレーで、あ、ブーツがディラックスバインユニオンっていうのがチームメイトなんですね、僕はね。はい、板はちょっと違いますけども、そんな足回りと一緒で、今日はちょっと瑞希くんのトレーニング風景を撮らせていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。何度かお付き合いください。はい、なかなか雪があれだね、ザクザクのボコボコのジャガイモな感じだったね。さあ今一本、はい、お隣をお邪魔させていただきました。なかなかのバーンでしたけれども、やっぱそう、雪質はね、あんまり良くなかったので、スピード感とか別としてもやっぱり、ね、捉えて入り口から出口までのギュンってあの板がこう滑っていく感じ、はいはい、雪質をこう考えなくてもなんかすげえ早いなって思うんですよね。最近何考えて滑ってるんですか？最近は、まあ、こういう雪なんで、どっちに、クロスオーバーしていったら、捉えすぎず板が立ちすぎず、一番効率のいい捉えができて、なおかつ速く抜けていける。やっぱその立てて曲がるだけになりがちだと思うんですよ。特にハンマーヘッドとかになって、捉えはめちゃめちゃ良くなってきて、そこにぐーっとずっといて、なかなか落ちてこないとか走ってこないとかあるんで、なるべくそこをトライオーバーエッジングに ならないような、重心移動だったり、クロスオーバーの量だったり、方向だったりっていうのをちょっとだけ考えてます。なるほどね。そんなの試行錯誤しながら毎ターン作ってる感じですね。はい、ちなみにこういうちょっと柔らかめの春の雪になっても、一回前で捉えたいなっていうような感覚はあるんですか？あ、あります、あります。やっぱあるんですか？あるよね。そう、僕もやっぱりもうほっとザクザクのパウダーみたいなノリだなってなったら別だけれども、ちょっとでもトライが作れるんだったらやっぱり脳でもトライ、まあ、若干ポジションが少し前に行くとかっていうのはやっぱりしっかりとこう取り入れて、はいはい、テクニックとして効率よくトライから抜けまでを早くしたいなと思っております。じゃあ頑張って合わせますんで。さあ朝からありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。朝のちょっとアップ2本だけちょっと、つかせてもらって撮らせてもらいましたけども、ターン前半のこうノーズの入れ方から抜けていく感じが僕はすごく勉強になったなと思いました。ありがとうございます、はい、僕もちょっと切り替えでの体の動きと入り口のところのポジショニングをちょっと探りながら春雪トライしたいと思います。はい、はい、これからザクザクの春雪になりますが、見てる方にこうやって滑るとザクザクでも滑りやすいよって何かアドバイスいただけますか？板をやっぱ立てすぎちゃうと刺さっちゃうんですよ、うんうんうん、そのまあ、パウダーとかもそうだし、はいはい、まあそうだね。なんで僕の場合は
その、まあ、いい雪の時は当然エッジに向かってぐーっと補充していく感じがあるんだけど、その、ザブザブとかザクザクになってきた場合はソールの半分ぐらいを雪面についてるようなイメージですね。なるほど、半分のエッジから。そうそうそう、なるほどなるほど。ソールがあって、はい、半分これぐらい雪面にベタってついてる、うんうんうん、なるほど。これがこうなってってしまうと、はい、表面積が少なくなって刺さっちゃう。はい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 。じゃあ線っていうよりもこう半分ぐらい面を使うみたいな。面を使ってって感じですかね、はい、なるほどな。そんなイメージをちょっと、ボードのソールですかねに持ってみながら、皆さん春雪のフリーラン楽しんでみてください。今回はグレーの田口瑞希来てくれました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた、スノーボーダーの青木でした。バイバーイ。